まあ、本当に先ほど紹介 VTR でもありました、あまりにもファンの皆さんが天心試合早すぎるぞと随分そういう声があるらしいですね。はい、あるらしくて、はい、今回はちょっと時間をかけて倒そうかななんて言ってましたよね。本当ですかね、まあ、それも余裕の発言と取っておきたいと思いますが、はい、さあ今日の試合、まあ、あの真面目にこう展開とか予想していただきたいと思いますが、久保さんどうですか。そうですね、相手選手がその左右フックを 回転力をどんどん上げていって、で最後はローで締めるっていう選手なんですよね。はいはい、でそういう、 こう突進型みたいな選手とはまだやったことないんで、あ、はあはあ、それで、まあ、天心選手がどうカウンターを入れていくかっていうのが見どころだと思いますね。本人、天心本人も今までのないタイプだったので、はい、楽しみですと言ってますからね。そうですね。さあ、プラスやっぱり外人特有のパワーもありますからね。あるでしょうね、おそらくね、はい、それは。あとやっぱりカリス選手はその記者会見で、はい、そのやっぱり天心選手の方に KO っていう言葉を集中したんですけど、ちょっと待ってくれと、今回俺が KO する番だって言い述べましたからね。はい、さあその辺は意地の張り合い、その、まずは口でやり合ったわけですけれども、問題はこのリング上が、勝負の場所であります。ワンワン、はい、さあ那須川天心プロ11戦目のその試合、皆さんの目に焼き付けていただきたいと思います。相手はギリシャからやってまいりました、次世代を担うと、えらい距離が近いですね。はあ、めちゃくちゃ距離近いですね。ああ、味方切るですね。めちゃめちゃ速いですね。ちょっと聞いたじゃないですか。はあ、とっとと見せます。まだパンチは出してません、カリシス。こんなパフォーマンスをやる余裕がもうすでに出てきてるのか。左のミドル、まあ大抵ミドルは効いた。もう三日月ゲルが効いたのも見破ってましたね。ポケットロケットが超もっと火を吹く前に倒れそうです。速い配信、そして投げた、なんとかまだ速い、なんでスタートです。那須川天心スピード違反でしょ多分。さあもう終わってしまいそうです。 あれですね、伝統ファッカラテの動きですね今のはね。あ、はい、でおー、ならば天心もやってみせます。聞いた、膝聞いた、まだボディボディ、徹底したボディ、頭が下がってきた。攻撃はずっとエンドレス続きます、果てしなく続きます。ミドル、ミドルの中心、左打ち返してくる。あ、でも諦めないですよね。相手、相手なかなかいいですね。いいパンチ持ってますね、やっぱりね。左ポケットロケット大苦戦、天心はいいのか、容赦なく詰めていきます。なんだタイムは何でしょう。ただいま2発目の攻撃が確認されましたので警告が、注意を受けました、警告です。これは減点にはまだなりません。さあ那須川天心、踏みの左カウンター、踏み込んだ左のショート、そしてこじぶろ、さらに膝を使います。あ、でもいいガッツしてますよ、この選手、はい、普通外逆に選手は諦めちゃいそうですよね。この那須川天心、相手をさほど研究しません、出たとこ勝負、まあ、ある意味前編がアドリブ、左天才的なアドリブを出し続けます。那須川天心、熊子さん命名のライトニングレフト、はい、まあ、出るんじゃないですか、はい、そうですね。左からでも諦めてないですよ、全然まだですね、はい、ギリシャから来たんですから、はい、顔がもう、ね、闘争心あふれてますからね、いいですよ。ヨーロッパ界軽量級を担うのはこの人だという声、左へかけた、いいパンチ、カリシス、いいパンチ、熊本さん放ちますね、やっぱり。そうですね、またカウンター、左から、いや、これ倒しきるまで安心できないと思いますよ、はい、ボディがもう真っ赤になっています、カリシス、もう天才も気にしていません、カリシス、クリンチに行きます、左から、おお、あ、さすがにこの辺は立て直してきました、カリシス、1ラウンド過ぎるのか、1ラウンド終了。カリシス、さすがですね、よく耐えましたね、どう出てくるか。そうですか、さあ天心7連続 KO 勝ち、あの熊子さん、あの天心にその資格があるならば満身という言葉、はい、ね、あのそれが言われるときありますけども、その辺はどうなんでしょう、性格的に。それは性格的にないですね、この選手。ないですか、はい、ないです、はい、さっきもちょっと満足しないですからね、まず、あ、はい、まあ、あの天才と言われた
ボクシングのフロイド・メイウェザーも最初満身みたいなとかかなりありましたけどね、はい、それと天才ありがちなそういう気持ちがどっかにあるかもしれませんが、よく見えてますね、ゆうきさん。そうですね、やっぱりスピードがちょっと違いますね。あ、はい、まあ、あの熊子さん一番の武器はそのスピードというね、多くの評論家もいらっしゃいます、はい、あと目の良さですよね、はいはい、当て感の良さ。あ、ちょっと戦い方変えましたね。お、どのように変わりました？じっくり見てますよね、はい、ストレートガードを固めました。ストレート伸びてきますね。そうですね、はいはい、気をつけた方がいいです。あの辺を称してそのロケットというニックネームを持っているんだと思います。グイ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 とワイルスカリス、おー、うまい。おー、結構立て直してまいりましたカリシス。上背は164センチ、決して大柄ではありませんこのカリシス。あっと、まあ那須川天心でも、大して変わりはしないんですが、17歳と22歳、非常に高いレベルでの戦いを繰り広げています。おっと、膝ヒットしたのか。もう一回、一瞬の首相撲は許されます。ボディのダメージはずっと持続しますからね、はい、まあ、ダメージは残ってると思うんですけど、左カウターを取ろうとしました那須川。でもカリス選手最初こそちょっともらってしまったんですけど、はい、その後立て直してますし、サウスポー対策、まあ、転身対策できてますね。あ、なるほど。あれだけあのラッシュされましたけども、立て直しができるということはこれ実力のうちですよね。そうですね、その辺の能力もね、はい、この辺はさすがとやっぱり、言うべきところでしょう。マドリスカリス右フットアウト、バックローアプロックされました。あそこ、まあ、大抵の人はもらってしまうのかもしれませんが、カリシスはブロックしています。さあここからです。天心はどのように試合を運んでいきますか。2ラウンド目じっと見つめ、あ、目のフェイントそれ買ってきます。この辺はノーガードで受けます。熊子さん大丈夫ですか、こういう動きは。大丈夫ですね、目がいいんで、やっぱり多分ね、あやつさんってカウンター行くと思うんですけどね。八区の勢いで勝ち進んでまいりました那須川天心。カリシスに2ラウンドまで進めろ。おっとカウター、ちょっと今右もらいましたね。ちょっと危ないですね今の距離は。いかがです、回った方がいい。おお、コーナーに入りました。おお、これは読んでいたようです。綺麗に回しました。ありますね、カリシスも、はいはい、あの回転蹴り出すとは思わなかったですね。そうですね、あそこでね、多分苦しいとは思うんですけども、あのようになんかチェンジオフペース、まあ、リズムを変えようということなんでしょうかね。明らかに見たという感じがありました。あとちょっとあの1ラウンドで、ね、使いすぎたものをあの回復してた部分もあったと思うんですよ、はい、さあラストラウンド第3ラウンドです。那須川天心ちょっと鼻の頭が赤くなっています。まず足から出ます。あれ、鼻血のことですかね。結構若いですよね。そうですね、さっきストレート一発もらったんでね。おお、だストレート、ちょっと隙を作ってしまいました。まあスタミナも自信がある那須川天心だとは思いますけれども、第3ラウンドに入ってきました。これのところまだ相手の仕掛けを見ています、受けています。カウンター狙いということなのか那須川天心。まあ、熊子さん、この天心選手の特徴の一つとして、はい、このタイミングでこのパンチ出すんだということを、まあ、本人も意識してやってるらしいんですが、はい、あのやっぱり相手の意表を突くというのが一番、ね、相手を倒しやすいですからね、パンチを放ってもうその目の前には姿を消しています那須川天心、まるで忍者。コーナーの使い方、ローブの使い方非常にうまいですね。あ、スッスッとこう抜けていくんですよね。そうですね、あるいはどこにロープがあるかコーナーがあるか、この17歳ながらにしてもうしっかりと自分のそのテリトリーが頭の中入ってるみたいですね。それを踏まえながら、さあジャブを使いました。ミドル、いいミドルだ、高めのミドルを放ちました。やはりちょっとまた鼻血が出血始まったようです。あ、ちょっとやっぱストレートが怖いですね、はい、しっかりとガードしてもらいたいです、ええ、前蹴りで距離を置きます、詰めていきます。おー、思い切ってしてますね。この辺はやっぱり実力者、自信満々でやってまいります。膝を使う、変化を、フェイントからいろんなことを仕掛け始めました。ブロックアウト、失敗。熊子さん、カリシスあれ好きなんですね、よくやりますね。そうですね、今失敗しましたけど相手のパンチはくぐります。離れ際左、ローは読んでいます、詰めてきました。カリシス
高い膝です。細かめのアートにまで舞い上がっていったかと思いますが、これを受けました。引いて左を追うと、この棒をかわします。天心得意の引き上がるのパンチ、カウンターです。動きながら追うと、まあ、天心のいいところは動きながら自分のカウンターを出すことができるという、それなんですけど、乱れ。いやでも前出てきますね。そうですね。残り30秒。おっと頭に当たりました。あれちょっと駆け逃げっぽいですね、はい、これ連続 KO は途切れるかもしれません。那須川天心パンチを集めます。残り10秒切ります。お連続キッカー、投げたが左、ものすごいコンビネーションを使います。連打連打、3ステップ、上から振ってきます。試合終了です。最後那須川のケースだったんですが、大差だと思いますけど、26赤那須川、ジャッジ梅澤、30-26赤那須川、ジャッジ梅澤、那須川天心久しぶりの判定勝利であります。以上3-0の判定をもちまして勝者那須川天心。プロ第3戦で判定勝ちを収めました那須川天心。しかしこのカリッサ相手に素晴らしい攻撃、いかにも天心らしい動きも披露することができました。これでプロ11戦全勝となりました。11戦全勝、9KO 勝利というレコードになっています。まあ多くのファンの皆さんが判定勝ちじゃ物足りないのかなという、なんかそんな空気が熊本さん、まあ、今までの楽し方がやっぱ鮮烈すぎましたからね。今日だってすごいパフォーマンスだったんですけどね、はい、いやでも本当カルシス選手がすごいやっぱり良かったと思いますよ、もう本当に気持ちを最後まで途切らせなかったですからね。やっぱりギリシャのキック界、軽量級新時代を担っていく人だと言われてるだけありますね、はい、そうですね。だからまた1年後ぐらいに再戦しても面白いと思いますよね。はい、結城選手はいかがでしたか、はい、そうですね、まあ、圧倒的だったので問題ないと思うんですけど、はい、やっぱカリシス選手強い選手だったと思うんですよ、その選手に4ポイント差ってやっぱ考えられないですね。そうですよね、3-0、しかも、30-26というね、そうですね、ジャッジの皆さんであります。これでもこれ多分天心選手は倒せなかった、マイクですね、ちょっと僕らしくないよない試合をしてしまったんですけど、本当にすみませんでした。今回の試合で自分が、まだまだなんだと改めて実感しました。まあ相手のマノリス選手すごい強くて、今までやったことないタイプでちょっと焦ってしまった部分があって、次はそこをしっかり、乗り越えようと思います。すみません。このまま僕は、まあ、まだ世界っていうレベルじゃまだ通用するかどうか分かんないですけど、僕は今年は世界をしっかり目指して、頑張っていきたいと思います。努力や挑戦したものには必ず大成するとよく親に言われます。僕はその、言われたことをしっかり頑張っていきたいと思います。それと、まあ、今日はこんな試合してしまったんですけど、まあ、3月に、また新たなルールで、挑戦することになりました。3月のノーキックノーライフに僕が出ます。それと、3月のライズに僕出ます。まあ間が2週間なんですけど、これも新しい僕の挑戦だと思って頑張ります。僕と戦いたい人、まあ、誰でもいいんで僕は必ずやります。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。那須川天心選手マイクで3月のことを語りましたけど、熊子さんなんか新しいチャレンジ。そうですね、間2週間で2回試合出てるってことですね。はあ、はい、この気持ちがある限り結城さん、この那須川天心選手はまだまだ先進んでいくでしょうね。そうですね、このまだ挑戦すると、末恐ろしいですね。